アレクシオス3世アンゲロスは、東ローマ帝国、アンゲロス王朝の第二代皇帝。初代皇帝、イサキオス2世アンゲロスの弟である、アンドロニコスアンゲロスの子として生まれる。兄、イサキオスと同じく、コムネノス王朝の登園にあたることから、兄と同じように、コムネノス王朝の第五代皇帝、アンドロニコス1世に暗殺されかけたことがある。このため、 アンティオキアに逃亡した。ところがここでイスラム側の攻撃を受けて、捕虜となってしまう。しかし、兄がアンドロニコスを倒して皇帝になると、莫大な身の白金を条件にして解放された。その後は、帝国の最初、元帥に認じられて、兄の知性を補佐したが、次第に兄と対立し、1195年にはクーデターを起こして、 兄を遊兵して廃位し、自らがアンゲロス王朝の第二大皇帝として即位した。アレクシオス三世は兄以上に無能な皇帝で、それに暴君、暗グを加えてもいい人物だった。兄時代から対立関係にあった新生ローマ皇帝、ハインリヒロク世の圧力に駆使して膨大な権能金を要求されると、歴代皇帝の墓所を暴いて装飾品を、 ことごとく処分する暴挙を行った。さらに、兄が財政再建のために、公益の利害から優遇していたベネツィア共和国との関係を冷却化し、帰って敵対していた諸都市を優遇するなどして、対外的に多くの敵を作るなど、失勢を重ねた。このため1203年7月、兄の息子で神聖ローマ帝国に亡命していたアレクシオス4世が、 第四回十字軍を味方に引き込んで、首都コンスタンティノポリスに侵攻してくると、行為を奪われて追放された。帝国を追放されたアレクシオス三世は、小アジア側の隣国であるルームセル十区町の、スルタンであるカイホスロー一世の下に亡命した。後に娘婿であるテオドロス一世ラスカリスが、二回ア帝国を建国すると、娘婿の下に亡命して、被護を受けた。ところが、 アレクシオス三世はテオドロスに行為を要求して対立する。しかし1211年、アンティオキアの攻防戦でカイホスロ一世がテオドロスの前に戦死すると、アレクシオスは後ろ盾を失って、テオドロスによって修道院に遊兵され、間もなく死去した。56歳没。ありがとうございます。